こんにちは、ミントです。 F1 の世界では実際にはどちらのドライバーもナンバーワン待遇のジョイントナンバーワンはありえないのかもしれません。やはり明確にナンバーワン、ナンバーツーと決めないとセナとプロストのようになりかねませんよね。今回はナンバーワンドライバーに勝利まで泣く泣く献上するなどしチームを支えてきた最強セカンドドライバーの第3弾をお届けします。フェリペ・マッサ、ミハイル・シューマッハ、フェルナンド・アロンソ、偉大なチャンピオンのナンバー2ドライバーとして記憶に残るマッサ。最も印象的な事件は2010年ドイツグランプリで起きました。序盤からトップに立っていたマッサに入った無線の内容は、フェルナンドの方が早いんだ、言っている意味はわかるよな、これはアンにチームメイトのアロンソをパスさせろという指示。マッサは減速し、アロンソに優勝を譲ります。これが影響してか、残りの2010年、シーズンはいいところなく終わってしまいました。優勝回数は11回ながらも、記憶に残るドライバーだったマッサ。相性の良かったブラジルグランプリの雄姿を覚えている人も多いでしょう。出身地のグランプリで優勝するのは格別です。これは、先輩のバリチェロも成し遂げられなかったこと。2006年、マッサはポールポジションから自身2度目の優勝を果たしました。ブラジル人ドライバーとしては1993年のセナから実に13年ぶり。同時にシューマッハの引退レースに花を添える形となりました。2008年最終戦のブラジルグランプリ、これに優勝したマッサはシーズン6勝の成績を収め、チェッカーを受けた時点では年間チャンピオンの可能性もありました。しかし最終ラップの最終コーナー手前で、これまでポイントトップだったハミルトンが1台かわして5位入賞、1ポイント差で年間チャンピオンの座をさらっていきました。マッサと一番仲がいいと言われる F1 ドライバーはダニエル・リカルド。マッサの息子とリカルドが子供用カートで勝負する動画をアップしたり、自分のステッカーをお互いの車やバイクへ貼り付けるいたずら写真をそれぞれのインスタグラムで公開しています。ゲルハルト・ベルガー。通算10回の優勝を誇るベルガーもまた圧倒的なカリスマ、アイルトン・セナのナンバー2ドライバーでした。ベルガーは特に高速コーナーで素晴らしいドライビングを見せており、なんとセナからもその速さを認められていたといいます。1991年の鈴鹿日本グランプリではポールポジションでスタートしたベルガーですが、中盤でセナに抜かれてしまいます。セナはその後もベルガーとの差を広げ最終ラップへ突入。しかしここで謎のペースダウンをしてベルガーをパスさせます。ベルガーはそのままフィニッシュして優勝、セナは2位となり後々議論を呼ぶことになりました。陽気な性格で知られるベルガーはまるで子供のようにいたずらが好きでした。そのターゲットとして狙われたのがセナ。マクラーレン移籍時にはチームから、セナは神経質で気難しいからあいつだけにはいたずらはするなと釘を刺されていたが、靴の中をバターでいっぱいにしてシド・ワトキンスとの会食に遅れさせたり、パスポートの写真をこっそり性的なものに変えてしまったり、ヘリコプターからアタッシュケースを投げ捨てたり、セナが宿泊するホテルの部屋の鍵穴から消火器で部屋中を泡だらけにしたり、腐ったチーズや魚をセナの部屋のあちこちに隠したりとやりたい放題だったのです。こんな極悪非道な仕打ちを受けてもセナは許していたといいます。このようにベルガーはセナが心を開いた数少ない一人でもあったのです。まあたまにはやり返していたようですけどね。チームに対し献身的なドライビングを見せ、お茶目なベルガーはまさに愛されるべき F1 ドライバーだったんですよ。いかがでしたか？なんだか当時のドライバーには人間味があるというか、なんというか。2019年にルノーに電撃移籍したリカルドも非常に陽気で周りの人を和ませると言います。ドライバーの最大の敵はチームメイトです。しかしこのような人間味のある関係も見てみたいですよね。それを考えるとすごく難しい世界なのかもしれないですね。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。おやす
ント。